鉄板のゲーム&おもちゃ探訪記。はい、どうも、あなたの思い出配達人、鉄板のニクスターです。さあ、今日ね、やってみたいと思うこのゲームは、はい、そうです、懐かしのダウンタウン熱血行進曲です。これはね、今回なんと相方の秀丸さんが来てますね。はい、二人でね、今日このプレイはね、いわゆる対戦をしたいと思います。はい、昔思い出してね、ちょっとやっていきたいと思います。ところどころね、秀丸さんの、ボイスも入るかもしれません。さあ、じゃあまずね、チームからですね、ニクスターが今、2P で 1P が、秀丸さんですね。優しい秀丸さんはどうだかな。熱血か花園でも選んでくれるのかな。じゃあ A4 で。おい、来たね。そうだよ、思い出した、これだよ、これ。昔もそうだったんだよ、ニクスター霊峰取れなかったんだよ、龍一龍二で、しょうがないから花園でいいんじゃない。花園、いや、これ残り3つったら連合でしょ、花園。いや、ありえないんだけど。しょうがない、もう霊峰だけど、もうしょうがない、じゃあ、じゃあ、1P、秀丸さん霊峰で、2P、ニクスターで連合でいきます。はい、じゃあこれでいきましょう。はい、じゃあこれで OK ね。じゃあプログラムをね、一応一個ずつぐらいやっていきたいとこなので、そうだね、黒缶から障害、玉割り、どうしようか、この順で、この順でね。よしよし、じゃあこれでやってみましょう。これでいいか、いいか、うん、そうだね。うわ、でも懐かしいな、スタンプリーは、とりあえず1回、うん、1回でいいか、うん、そうだね、これで OK。 あ、そうだよ、これ懐かしい、あれ懐かしい、あ、そうだ、これさ、あれ確か足の速いキャラとかさ、攻撃力のあるやつとか、なんだっけ、あれ、うん、そっちは霊峰だと速いやつ誰だっけ、もちろん、あれ連合って速いのって、速いの誰だっけ、速いの、速水が名前じゃ速そうじゃん、ほら体力ねえしさ。こいつだって絶対あの格闘技じゃないじゃんね。ちょっとそれっぽくない、ちょっとこれでやって、いや、ちょっと、あ、そうだ、これなんか、肘打ち、振り出しなかったっけ、横横でダッシュじゃなかったっけ、うん、あれ、ちなみに今ね、ニクスターと秀丸さん二人ともこれ何十年ぶりぐらいですよ。やばいやばい、あ、ちょっと待って、え、やべえ、忘れてる、難しい、あ、難しい、多分ね、本当にあの操作性を、あ、ちょ、ちょ、狂気を持って、あーやべえ、難しい、でもこれ昔ずーっとこれ勝てなかったんだよね、秀丸さんに。何段もやしたこれ、マジで、やべえ。そうだ、武器あったな、あ、すげえ、うめえ。そうだ、これ武器あったな、思い出されるときついかも。うわ、懐かしい。うわっ、マジかよ、やべやべ、1番を捉えてる。いやー、やばい、来た、そう、武器があったら、うわー、ちくしょう、ちくしょう、ちょっととりあえず武器を取って、やばい、そう、息、あ、そう、息継ぎがあったな、やばいぞ。くっそ、ちっくしょ、俺がやってやりたかったのに。くっそ、
マジかよ。やばいやばい、やばい、ここに失敗した。チクショ。いや、くっそー。くっそー。しわ、仕方ない。あ、懐かしい。でも思い出したな。だんだん思い出した。うわ、すげえ。これ、そうなんだよ。なんかこの1位霊峰ってなるのがね、子供の頃悔しくてね。あ、いや、何？俺連合、3位。3位なの？マジかい。障害部屋。ちょっと待って。障害部屋ってどうやったの？じゃあ、あ、これも格闘要素がありそうです。コンピューターもやるな。これ。くそ。コンピューターもやるな。なんでこれ。うわ、こんな難しかったっけ。うわ、違う、あれ、やべ、やべえ、なんかこれダブルドラゴンチックな、こんなに難しかったっけ、ここ。チクショ、ムカつく。おい、マジかよ。あれ、おい、チックショ、なんだよ、おい。なになに、これこんなに難しかったっけ。うわ、マジで。おいおい、ちょっと、時間切れだよ。ちょっと待て待て。うわ、危ねえよマジで。うわ、なんだよ、ち、悔しいなこれマジで。え、なんだよ、今避けてるつもりなのに。これジャンプ。よっ、マジで。うわ、これ厳しいぞ。あれ？自動。お、今のはいいぞ。キックでなんとか。コンピューターもやるな。縮小コンピューターにまで。あれ、こいつあんまり速いキャラじゃないのか。そういうんじゃない。格闘系かこいつ、もしかして。ジャンプ登れねえもん、マジで。なんだこいつ。こう暗くなるんだよな、確か。そうそう。やっぱこれ呪いはダメだ、クマ、マジでムカつく、クマだ呪いんだけど。マジかよ。あ、そうか、これ、おのおのの適正に合った競技に出さねえとダメか。ダメだ。ねえ、忘れてるよ、これ。うわぁ。ちょっと待って。もう本当に何十年ってやってなかったから、忘れてるは忘れてるけど。いやでも圧倒的だな、1位が。ちくしょう、たまわりってどうだったっけ、忘れちゃったな、ちょっと体力やばい、しょうがねえ、もう体力減ってるからな。持ってます。たまわりどうだったっけ、どういうゲーム。あ、そうか、敵を持ち上げてとかあったな。下か。あれ、これこう上に上に上を押して上で登るのがいい。あ、そうだ、邪魔して落としてたな。いや、なんだこれ、あいつなんだよ。やばい。キリがね、ちょっと待って。あ、そうか、なるほどね、邪魔なやつを蹴落として。これあんまやらんかった。やらんかったな、確かに。格闘ばっかり、格闘ばっかり、そうそうそう、ラストのあればっかりやってたな。
ま、マジかよ。ちょっと待って、格闘はちょっと多めに、5回ぐらい、うん、5回ぐらいちょっとやっとくか。思い出しながら、もうこれはもういきなりのエースから。そうだよ、そうだよ。ちょっと待てよ、ちょっと待って、思い出す。そう、ゴーダーヘッド、いい、扇風客、扇風客来た。まあ、やっぱね、扇風客来たねえよ。いやー、来い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 、扇風客の、あの場所、位置取りが大事だよ。あ、やばいやばい、おおめでとうございます。ガイドドラムやばい。あれなんだ、あれ今の、今のちょっと待って、おいおい、ちょっとやばいやばいやばい、コンピューターがはめてきてるんだ。やばい、どうだ、何も面白いですね。そうよし、そこの、そう、今でも膝で、そうだ、あの膝だよ、ね、膝でと、でもやっぱ扇風客は強いよ。あれで、だって俺かなり。うわ、半分になっちゃった。ちょっと待って、熊田どういう攻撃があったっけ。なんか、人間ぐらいじゃん、あれ。あと、なんか、ためパンチみたいなのもあったよな。あ、こいつ、まあ、ハッキッ、違うな。あ、うわ、あの、バンナックル。あ、これが怖いな。誰だ、あれ、興味全部。汚ねえな、こいつ。そう、な、あ、ほんとは人間ぐらいで、そう、投げれるんだ。そうそう、懐かしい。でも、ちくしょう。じゃあ、あれ多くない、ちくしょう。そうなんだよ。そう、ミューティミュージーあれあるんだよな。せっかくの人間ぐらいと、あの、扇風客で。うわ、やっぱ、そうなんだ、これね。龍一龍二やっぱ汚いよな。扇風客絶対強え。マジかよ。やばい。ちょっと待って。早さがちょっと待って。西村、あれなんかこいつためパンチなかったっけ。ためパンチ、ね、なんか西村、連合面白いだよね。連合もグーンってためて、なんか、あ、マッハチョップか、こいつ。あ、なに、アイス、あ、ピキーンってあれだ。そうだよ、やべ、よし、おいおい、マジか、ちくしょう。やーべ、いやー、やっぱでもポテンシャルいいよな、レイオーとか。でもせあれが活かせれないな、ちくしょう。待って待って、いや、棒使いよ。そう、誰だっけ、あの、横回りするやつだっけ、沢口だっけ。違う違う、熊田ちゃん、あれ、棒のやつだでしょ、沢口じゃなかった。横に回る、ぐるぐる回るやつなかった。5台だ、ぐるぐる回るやつ、そうそう。うわ、これ本当に何十年ぶりで、いや、この棒がないというね、棒使いの棒がないという。ちくしょう。でもマッハ叩きとかいるやつもいるもんな。勝てる気がしない、龍一龍二。ちくしょ、やばい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 、ちくしょ。うわ、やっぱそうなんだよ。左側から攻めるんだけど、やっぱそう、扇風客だな。攻防一体だよね、扇風客マジで。あれ、うん、いやー、これはいったんじゃない。あれ、まだ5回あるから、ちょっともうここは出し惜しみはできないな。いや、扇風客、あの、空中にいられるのほんとマジできついな。そう、でもそう、危ない、あー、そう、扇風客あれが怖いよな。終わりや、まさしくあれだよね、龍拳の昇龍拳と一緒だよね。おっと、うまいな、タイヤ。やばい、これやばい、これやばい、これやばい、今のね、そう、今のは本当はそう、やばい、そう、折り際を狙ったんだけど、敵はそう、コンピューターが邪魔しやがったんだよな。でもフェイントに勝っちゃった、やばい。敵、ちくしょ、それよりいいね、
強い。やっぱゴーダ強いな。ここまで行くと、そう、あれが速さの光だ。あ、それ投げだよ。危ねえ、あ、危ねえ、滑るからさ、こいつ。うわ、あ、そう、掴んで、あ、うわ、うわ、あ、危ねえ、ぶち壊して。そう、滑るからね。難しいね、これもう。懐かしい。多分これぐらいで終わりなのかな。いやでももう、全然ボロボロ、はい、さあ。さあ、終了しました。個人賞だったね。そうそう、これでいつもなんか龍一龍二とかに捉えてたんだよ。そう思い出した。あ、見よう。あ、なるほど。望月なんか活躍した。クロスカー。ああ、そうかそうか。サオトネで舐めてるやつでしょ。あれ、英語がやってんの。そうだそうそう。あ、さあ、これで今度個人が終わって、さあ、いよいよ優勝チームですよね。ですよね。いやー、やっぱレゴ強えよな。レゴ強いね。いやー、でもね、ちょっとこんなことない。ない、そう、負けたことないよな、レゴな。そうそうそう。いや、でもね、ちょっとね、これ本当に今、即興でね、秀丸さんと一緒にこう、ちょっとやってみるかなんてやって、何十年ぶりに触ったからね、もう操作も忘れたりもしたんだけど、でも面白かった、ね。面白かった、ね。うん。なんかまたこんな感じでいろんなゲームやってみてもいいんじゃない？そうだね、ちょっと少し、うん、なんかね、うん、面白いね。面白い、やっぱりこう一人でやるよりね、やった方がなんか懐かしいしね。はい、じゃあね、今回とりあえずこんな感じになります。またね、あのゲームの実況、あとアイテムやね、懐かしのグッズもね、どんどん紹介していきますんで、皆さんぜひね、チャンネル登録とフォローの方よろしくお願いします。それじゃあまた次回も見てね。鉄板のゲーム&おもちゃ探訪記。